はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。ちょっとね、昨日使ってたハピナスをね、ちょっと活躍させたいですね。思った通りの動きをしたいなと思ってるんですけど、この試合も割と投げたくて、てかまあ特殊型のポケモン全般が役割対象だから、結構投げたい試合は多いんだよね。で、ハピナスを投げる以上、まずいのが、ウーラオス、海竜、ドリューズあたりになってくるから、まあピクシーとセットで投げてドリューズに対してだけちょっとよく考えておかないと大変なことが起きかねないから、まあガブ持ってくか、ウーラオスもありか。ドリューズの攻撃多分何でも一発は耐えるんじゃないかな、ウーラハピピクシーでいくか、ガブにするかちょっと悩むね。海竜まで考えると、ガブのタスキ用いて戦いたい感じするけど、ポリ2がゲロだよね。しょってピクシーのハピナスウーラオスとかがいいか。まあ、ドリューズが重いからだいぶ気合い入れていきたいけど、ウーラオスから来る。はいはいはい、水の方を。これ、こっちのドヒドヒ結構意識すると思うけどな。まあ、打つとして水流連打か。とかと思うけど、トリックから入っていいんじゃない?で、ピクシー焼いとかないといけない理由別にないから、まあ、様子見の水流連打から来て、ドヒドに対して引き裂き用意してっていう動きか、裏にいきなり入るのはでかい。ポリゴン2。アイアンテールがまあめんどくさいっちゃめんどくさいけど、アイアンテールではなさそう。とりあえずこれでポリツの奇跡パクったから、だいぶ、ポリ2はあれだね。この展開だったら別にこっち裏ガブリアスでもよかったな。でも HB っぽいよな。まあ、ステロを負けるうちに巻いちゃいたいっていうのと、まあ、受け駒がね、殴れると、突然ダイマックスをして、相手の積みだったりとか、裏読みの行動にね、こっちが強気に動いて、まあ、破壊するっていう、こっちの動きがあるんだけど、はいはいはい。これでドリューズか。これ厄介だな。これだいぶ厄介だな。まあ、ここにウラオス投げるしかないから、これがだいぶ、本当はドリューズにトリックしたかったけど、ウラオスアクアと思ってたからピクシーでいける前提で、裏にトリックさす算段だったけど、ちょっとここが計算狂ってて。はいはいはい。これさ、鉢巻きインファで飛ぶんじゃないですか?飛ばないっすか?インファの一環相手えぐいと思うけどな。型破りじゃないから、ダイマ切るんかな?飛ぶと思うけど、とりあえず言うてペライよ。で、剣舞してくるってことは多分 AS とかでしょ?鉢巻きインファさすがに苦しくない?ここさえなんとかなったらな、ステロ負けてるから裏はどうにかなると思ってるけど。まあ何打ってくるかによるけど、ハピナスまだ見せてないから、ウラオス残るんだったらさ、最悪別に、不意打ちで取りに行くっていうルートなくはないから。いやー、これ考えるとな、水ウラオス。鉢巻きとかで使いたいよな。水流連打打ちたいし。なんか普通に通る、タスキ?はいはいはい。それか。いやー、タスキこいつ持ってんのか。これまずいな。眼風から来る。それはまだ良くて、相手の選出的にこっちハピナスが、せっかくハピナス、うおーって思って持ってきたのに、ハピナスがいらない試合になっちゃったね。ハピナス切ってよくて、で、水ウラオスだけどう処理するかよく考えときたいな。はい。一発耐えるのすごいなあと。ヒットポイントが化け物だからね、このポケモン。まあ、ここは適当に一回切って。ウーラオスを再着地しに行ってよくて。いやー、トンボ返りとかあるとね、こういう時、ずいぶんマシなんだけど。まあ、型はまだバレてないから。インファ打っていい話ではあるけど。まあまあ、インファでいいか。これでドリューズ処理して、こっからだな。まあ、ポリゴン2は別に重くはないけど、水浦来るでしょ、ここ。うん。まあ、ピクシー引くんだけど、ここがちょっと全然想定と違う感じになってて、ウーラオス捨てると、ってか、こっから相手、ポリ2を着地させて、TOD でも割と勝ちなんだよな。まあ、最善のタイミングでこっちウーラオス投げてインファってやるから、まあ、相手だいぶ切るよね。まあ、こういう展開があるからね、その、受け6にすると、追い詰められるっていうか、この状況になった時にさ、こっちだけ、もうあと G として負けるっていう展開になっちゃうんだよね。逆に攻め側は、ポリ2とかサンダーとかで回復技をしてるだけで、なんとかなっちゃうっていう。ナックルから来るんだったら割といい話あるな。中間的な技を押してきたように見えるんだけど、大ジェットはないと思うけど、弾か。あってもおかしくないな。まあ、フェアリー打つしかないか。ウォールからでよかった話はちょっとだけある。ちょっとどころ、いや、まあ変わんないか。別に次のターンウォールでも、このターンウォールでも、まあまあまあみたいなとこあるし。だから悪じゃないから、フェアリー一発で多分取れないよな。ピクシーね、ちょっと捨てろにしてるから、迷走だと、まあ裏捨てて、ピクシーで詰めるかっていうルートあるんだけど、うん、ストリーム、ナックル込みだから結構痛いと思うけどな。強っ。まあ同速勝ってインファ叩き込めれれば、ポリ2ごとそのままいけんじゃない?奇跡パクってるし。玉なめ圏内でも全然いいけど。いやー、きついよな、ちょっと。さすがに。そうだよね。まあ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 。まあ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 。一応ウォールかな。アクジェは多分ナックル込みでも耐える。玉ダメで落ちんかや。さすがに無理か。チビになったらいける話あってほしいんだけどな。いや、ちょっと無理っぽいか。まあ、同速ファイティングに。水流連打3回打つんだから3回分玉ダメ入れや。そんな都合のいい話はなくて、ギリギリ落ちないよね。もう一個なんか削りが入ってるとちょっと話違ったけど。まあまあ、しょうがないか。まあこれがね、ブルルじゃない弱さが出てるよね。いや、同族勝て。オッケー。まあなんとかなったね。これで、ポリ2奇跡ないからさすがに耐えないと思うんだよね。鉢巻きインファは。いや、奇跡あって、でも耐えないんじゃなかったかな。ダメ系した覚えあるんだけど。まあまあ、さすがに、やけど、てか奇跡パクってるから、耐えるわけもなく、いや、ピクシーでステロ巻くの強いなって。こいつ、ふざけ不可視の拳パクんじゃねえよ、お前。ウーラオス限定の、唯一無二のさ、最強特性だよ。守るで技を見させてくれないっていう、これのせいでこだわってんのが強すぎるからね。オッケー。同速に勝てば勝ちと GG ってことでね、もう一戦やってきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。これポリヒトできたね。ポリヒトでランドロスあれでしょ、ハイブリッド型のやつでしょ、話題の。こっちドヒドハピって投げたいのかな。ドヒドハピって投げておくと基本的には勝てるノリだと思っていて、まあ、ノラゴンエースバーンあたりにもケアが効くでしょう。まあ、エースバーンの型にはよるけど、アタックサイコ両立とかあるとね、サンダーもダメだし。いやー、サンダーあんま投げたくないかな。投げるなら、いやー、まあでもドヒドハピで受け回す試合展開考えたときに、まあランドロスがガンになってくるから、そこに対してどう、まあハピアスで頑張るのかみたいな感じはある。いやー、どう考えてもこれエースバンが不安なんだよな。まあ、しょって、3打 1.4 読みでハピから入って0ビとか打つと、かなりハッピーな試合展開になることは、容易に想像がつくけど、ガブ、ドヒド対面で剣舞でネットで焼けるとかで、だいぶ、って考えると、まあ、サンダーになるか。サンダー、ドヒド、ハピ。エース版次第。ポリヒトでよりもね、ドヒドハピの方がね、強いっていうのを見せていきたいですね。ノラゴンから来る。これはドヒドイで投げてるから、余裕っちゃ余裕なんだけど。まあ、一回素直にドヒド引きはね。で、裏に毒刺していけるチャンスになるのと、いきなり釣ってくるかどうか。で、エースバーに対して多分ね、サンダーから入ってドヒド引きで、相手ダイマックス、あ、ダイアタックある方だったら、アタックからしか入れないから、ドヒド引きで多分間に合うんだよね。スカーフっぽい。まあ、裏に毒入れるチャンスか。ドヒド出てくるかな。これでドヒド出てくるとマジでしょうもないけど、こっちでも裏オス、ガブリアス、サンダーっているから、ドヒドでも役割対象別にいないっちゃいないんだよね。まあ、ハッピードヒド、ピクシー。まあ、その辺に投げると割と面白くはあるけど、まあ、試合展開が非常に面白くないからね。ドヒドいないと思ってるけど。はいはいはい。サンダーに毒入ったのめちゃくちゃでかいな。これがあるからな、そのサイクルする相手に対してはさ、攻めながらサイクルする相手に対してはやっぱドヒド毒々欲しいんだよね。積みとか、あとその、まあ、クレセの瞑想足場みたいな、ああいうのに対してはやっぱりキリある方が、ランクルサイトとかね、ピクシー相手とかは結構安定するんだけど、ただまあ、キリを打ちたいね、レヒレがね、結局挑発してくるから、あんまりっていうところはあるんだよね。ああ、これ一回統治化してからでもよかったかな。毒ダメ稼げてたし。まあ、サンダー毒々入ったからだいぶ困るはずで、こうなるとあとまずいのがランドロスになるんだけど、まあ、裏にランドロスがいる場合は、相手ポリツーがいないことになるから、サンダーが通せるか。釣ってきた統治化でよかったな。ランドロス。はいはいはい。まあ、ここでね、僕の、ちょっと秘めた技をね、出していきたいですね。釣ってきたと思うんだよね、ハピアスを。で、剣舞で、ドヒドハピの並びは、まあ、剣舞してくるランドロスが地獄だから、ただこの試合展開やったら、多分これでいけるんですよ。見てて、マジで。突然受け駒がダイマックスするからね。昔、ランドロスが一番良かった時期は、バンギラスに冷凍ビーム入れるみたいな人もね、いましたね。ダイアイス切って、どうせランドロス剣舞しかしてこないから、ダイアイス打つっていう。この、相手をね、そう、考えを、プランをぶっ壊す、ウルトラウェポンがね、はいはいはい。これしかないんすわ。ちょっとでも一回受け側が強気な動きすると、攻めるプランは全部崩壊するからね。まあ、時々、そういう立ち回りしなきゃいけないんだったら受け構築使うのやめなよっていうね、意見も聞くんですけども、そんなことはないと。そんなことはないんですよ。だって剣舞絶対してくるんだもん。ちなみに時々トンボ帰りだったりね、まあ、あと普通にバンギーが地震食らって、ふざけんなっつって、無動引いてたらお前裏にプレス入ってんじゃないかってね、なるんですけど、裏にプレス入れるのはこっち、あ、向こう別に3打引きで全然良かったりするんで、受け側が苦しいことにね、変わりはないですね。で、これでハッピアス残して、3打いなくてもいいかな、割と。まあ、ドヒド引き安定だから、ドヒドに引くんだけど、まあこれがあるから、ラッキーよりハピナスの方が、まあ、いいんじゃないかなっていう風にね、思ってますね。多分そういう理由だと思うんだよね。ダイマックスでちゃんと殴れるっていう強さがあるから。で、こっからはあともう、全部安定行動だけでいけるようになるから。まあ確かにね、言ってることはわかるよ。僕もこういうムーブされたらふざけんなって。普通にじゃあこっちダイマックスで殴ってたらどうすんだって話だけど、それはダイマックスっていうゲーム性が悪いんだって、じゃあダイマックスがなかったら受け側は安定行動だけちゃんとゲームをするし、ね、攻め側も、ダイマックス、いつ切ろうかな、噛み合うかなっていうことを考えなくていいわけだから、そう文句は増田さんに言ってください。受け構築を使ってる人は別に悪くないっす。受け構築を使ってる人は悪くないっすね。なんでかっていうと、それは全部マスターさんが悪い。ドラゴンダイマ切ってきたね。サンダーもう向こう限界あるから、こっちがサンダー捨てて、てかまあドヒドハピと、サンダードラゴンって残ったら TOD で多分負けないから。まあサイコパス型か。再生から入ってよかったか。再生からでもよかった話あるな。サイコファング食らうとまあまあ。いやーでも統治が絡むから別に、スカーフだから火力知れてるでしょ。フィールドあっても、エース1と話違うからね。おい、誰であられフラスタン回復しねえじゃないかと、ドヒドリが。ウオナラゴンは、まあいいんだけど、削れてくから。で言うてこれ多分、サンダーだし一回成立するんじゃないだね、こうねそのハピネスを考えると難しい話があって、まあ、卵海はね、役割的に多分確定になると思うんだよね。で、その、役割対、あー、うまいね、コストリムってんの。そう、役割対象をうまく、こう、工夫して、あれするための攻撃技が入ってくるんだけど、そうなると、まあ、ステルスロックあったり、電磁波あったり、瞑想を入れるスペースがね、まあ、どっかしらなんかいろいろ切んなきゃいけないっていう、まあ、そういう難しい問題がね、来ますね。ここ防腐で切っていいね。そんで。ボルチェンして最後土俵で食らうと結構まずいから、シンプルにいった方が良さそう。ああ、まあマストリームあったらボルチェンから土俵引きで良かったけど、結局ダイマ切れたら、ドラゴンに上からサンダー殺されるから、どっちみち、どっかで捨てなきゃいけない運命だったね。これで、ドヒドイデが再登場すると。だからポリゴン2が、サンダー受け全然成立しないのにサンダー受けとして使われてたのは、こういう理由があるからだと思ってるんですよね。ハピナスだったら、まあ、ポリゴン2ほど軽くないけど、やれることはね、まあ、同様な強さがあるんで、いいんじゃないかなって。ここで引いてきて、サンダー出てきても、こっちは出てくるものに後出しじゃんけん的に、受け駒をポイポイ投げていけば、間に合うため。サンダーこれ毒々入ってなくても、ハピナス瞑想あるから、最悪、向こうが終わるっちゃ終わるんだよね。先に。まあ、ここはトーチかモッカをしていいか。毒ダメ稼げばいいし。まあ、ボルチェンに無理に突っ込むこともないかな。はいはいはい。それゲーミングか。これの、あれはね、運負け、ここからすることを考えると、毒入ってもだいぶ美味しいな。これで、結局なんか6体のあらゆる方を考えると3体で対応するのって不可能なんじゃないとかって思うよね。まあ、型が多分ここからここなんじゃないかって思ったものに噛み合えばそれはいけるけど、そこから外れたものが来ると、あとこれだったら無理だなっていうものがやっぱり来たねみたいなことが起きると、普通に死ぬからね。これで3だ、弾か。まあ削れ具合結構えぐいね、ここから。あとハピナスここからもうマジカル社員連打でいいから、でハピナスって無理やりそのダイマックス切って動く関係で、その、一発食らって死にそうになりながらも相手を倒すっていうことが起きるから、まあ、そうなった時にね、特性再生力のポケモンだったら、そのままその後も役割持ってたりしていいんだけど、ハピナスそれがないから、残飯を持つっていう。ただシンプルに、ハピナスはヒットポイントでかいから、回復量もでかいんだよね。まあ、B は低いからあんま関係ないけど、D 方面に対してはその、特防も結構あるから、結構絶望的な回復量をね、持ってるんじゃないかっていう。あと毒入ってないとこう展開は瞑想をしてウオナラゴン出てくるタイミングでマジシャをちゃんと押すっていうことができると。だからこうなるとな、やっぱステロがあると全然違うんだよな。サンダーのいじめ具合がめちゃくちゃいじめれるからね、相当いいんですけど、まあ相手は運ゲーに来たけど、よっぽど運悪くても多分負けないかな、これなら。だからこれがマジでこっちの思い描いてた試合展開だね。本当はまあダイマックスしないでランドロスとか倒せると一番いい感じではあったと思うんだけど。しゃあないかな。引いた。オッケー。引き際にドラゴンにマジカルシャイン入って、さっきのサンダーの暴風もあるから、落ちるかなどうかな。落ちるね。あ、落ちないね。火力しょぼ。まあ、ウーラオスに対してマジシャ4倍だしさ、ランドロスに対しても、レイビで4倍だから、なんとかなってるっていうところはあるけど、ただ、サンダーに対してのね、受け性能を考えると、ポリゴン2はちょっと心もとなく感じるんだよね。なぜか僕のサンダーはポリゴン2に、勝った試しがないけど、僕のポリゴン2は逆にサンダーに勝った試しがないっていう、そういうことがね、頻発するので、ちなみにこれは全て文句ではないです。文句ではないです。OK。いやー、こういう試合展開を毎試合やっていきたい。GG、お疲れ様でした。